皆さんこんにちは、ハラミントです。今日もマックスブライディーとお話ししていきましょう。ありがとうございます。ロッテリアってご存知ですか？ハンバーガー屋さんね。ハンバーガー屋さんのロッテリアってあるじゃないですか。はい。で、マックスブライディー大好きなんですよ。あそこにね、27日、28日、29日限定でキング絶品チーズバーガー、うえー、で、これにちなんだドッキリをしていきたいと思うんですけど、俺ね、食べたことあるんですよ。食べ応えすごいんですけど、もっとすごいバーガー食べさせてあげたいじゃないですか。あ、食べ盛りだから。はい、マックスブライディー何年食べ盛りなんだ我々優しいドッキリをね、投稿してるんで、今回はお腹空いてマックスブライディーいっぱい食べさせてあげようということで、キング絶品チーズバーガーを何個か買ってきて、この肉の部分をガッチャンコにして超キング絶品チーズバーガーみたいなのを作れるんじゃないかなと俺は思ったわけです。え、4枚あるけど、さらに、そうです。例えば3つ買ってたら12枚になりますよねドッキリだから包み直したりとかしなきゃいけないんですけど、はい、その辺とか試行錯誤しながら、うん、マックスブライディーになんとか嬉しい気持ちになってもらいたくドッキリを仕掛けていきたいと思います。なので本日仕掛けていくドッキリは、上司に超キング絶品チーズバーガーを食べさせてあげちゃうドッキリというのを、優しい、やっていこう。懸念してるのが、入れ物箱だったらどうします？箱だったら包み紙を買ってこないから、ちょっとその辺も考えつつちょっとやっていきましょう。ありがとう。ロッテリア行ってきます。手に入れました。キングを3つとダブルを1つ、つまりパーティーが14、包み紙なのか確認しましょう。ああ、いやー、箱だー。ダブルは包み紙なんだ。どっかで紙、包み紙調達して、ぽいのも買ってこよう。買って我々は包みましょう。買ってきました。オープン。バーカ、うーわうーわうわ、 S 紙見て、うーわよし、ちょっと作っていこう。あの箱だったんで、バーガー用の紙を買ってきました。俺、うまく重なるかな。まずこの一番上をね、取ります。それ、うわー、うまそう。一回剥がすってむずくね。しっかりついてる。そう。あ、チーズが、見て、フェッツさん、ほら、チーズが、うわー、とろーりチーズだ。すごい。もうちょっとちゃんとのつけて、あの、いいよ。いいね。いきますよ、フェッツさん。いいですか？ガッ、はい、ガシャーン。これやばい、やばい、これやばいって。これさ、これ食いたい。やばいって。やばくない？めちゃめちゃこれ喜ぶんじゃないの？顎外れんじゃないこれ。そうだよ、外させてあげよう。外させてあげようってなんだよ。結構くっついちゃってるな。ぴったりめ。うん、います。はい。うわ。完成、完成だー。バーガーは完成したんですが、あまりにも高さが出すぎたため、私ちょっとこの辺で支えてますんで、フェスさんにはちょっと今から包み紙を作ってもらおうと思います。これは業務スーパーで買ってきた普通のバーガーを、まずいわゆる包む紙ですね。本来だったらちゃんとね、はい、こんだけ大きい紙なんで、はい、ちょっと大きめっすね、うん、デカめのバーガーも入るはずなんですよ。なんですが、今回は超キング絶品チーズバーガーです。入りませんので、特別に作ります、はいはい、うえー、これをもう1枚作るんだよね、うん、これをつなげて、はい、それをもう1セット作ってつなげる、はい、OKOK、 いいんじゃない？いいよあ、いいんじゃない？できました。 OKOKOK お願いします。どうぞどうぞ。はいはいはい、あ、うまいうまいうまい。テープで貼ってるところありますもんね。あるある。テープ、うん、こうっすね。そうっすね。おい、ぽい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 、できた、できた。商品作っちゃった。だね。これむずいぞ。入った入った。あー、いいね、いいね、あ、ぽいぽいぽい、あー、ぽいわ、ぽいぽいぽい。これ入れて、ぽい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 、あるよ、あるよ。いや、これあるよ、全然あるよ。おんも、できた。はい、ということでできました。こっちの袋は、じゃあこれ入れてみましょうか。絶品を入れといて、比べるように買ってきましたみたいな感じで、はい、皆さんには言ってて、これが超って言うか、はい、超って言う、言う3倍のが出たらしいですっつって、はい、で普通のダブルの絶品も買ってきましたっつって、これを食べる動画を撮りましょう、はい、って言って、でマックスの愛をおびき寄せて、おびき寄せてどういうリアクションするか楽しみたいと思います、はい、ということで、いや、もうこれめちゃくちゃ喜ぶでしょ。喜ぶよこれ。こんな優しいドッキリをマックスの愛に仕掛けていきましょう。さあ、行くぞ。
私だ。持ってるじゃんか。そうだ。お。え、いやいや、書いたし。好きでしょ。さすがです。好きです。ハコフ TV! ハロミンとか。マックスプライドフェスです。はい、ということで村井さんもね、お気づきの通り、はい、ロッテリアで4年に一度27、28、29日に絶品チーズバーガーのトリプルとかイカツやつが出るんですよ。はい、なんかやってますよね、たまにやってますよね、はい、で、いつもはキング絶品チーズバーガーっていうのが出てるんですけど、今年はなんと超キング絶品チーズバーガーっていうのが出てるんですけど、それを買ってきましたので、はいはいはい、まあ、3人で実食しつつ1人1個ずつってことで、じゃあ、開けてください。いやもう4年に一度ですから。重っ、激重っ、でかっ、うわでかっ、うわうわロケットじゃん、ロケットだ見た目言っちゃってくださいよ。4年に1回出る、はい、当ててください。おー、すげえな。え、だって開けるにしてもさ、これどうやって開けたらいいの。だからもう包み紙も、もう特別なあれ、あれですね。だら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 、何ラブル、すごい、ちょっと待って、すごい、うわうわやばい、そいつちゃってんじゃん、やばやばいよ。これが絶品ダブル、全然違うもん。いや、やばキングが4枚、キングが4枚、いや、これ比じゃないじゃん、これ。いや、ほんと比じゃないよ。でもこれお皿で取り分けて食べるしかないや、お皿。さすがにガムは無理でしょ、こんなの。家族は、じゃ数えてください。自立しろ。肉の枚数、1、2、3、4。いや、わかんねえ。下段のあたりなんか合体してない？11なのかぐらいあるのか。もうじゃあ約キングの3倍。3倍だ。まあ12かもしれない。そうですね、融合してるだけで、融合してるだけ、うん、上蓋もらっていいですか。上蓋、蓋もらっていいですか。あ、いいっすよ。あ、まあ、これいいっすよ、もちろん。なので、私、3分の1ぐらい、上から3分の1ぐらいもらうでいいんで、いいっすよ。ここまでいこうか。あ、いや、行き過ぎたわ、ちょっと。1枚減らしていい？はい。そういうやつなんだ。あ、でも、くっついちゃってきたら。ついてきちゃって。一口、もうこのままガブっていきません？そうっすよ。いいっすよ。いきます。せっかくだから。いや、いいっすよ。ただ、持って。私、別に口開かないよ。いや、わかんない。やってみないと。じゃあ、行くよ。行くよ。いいんだね、行くよ。ガーって言っちゃうかもしれない。唇が割れちゃうよ、これ。パーン、パーンってね。いや、シャッシャ。行くよ。はい。いった。おー、でも結構いった、いけた、うまいうまい、お、でもジューシー。これ4枚だわ。あ、それで4枚、5かと思わせといて4枚だわ。じゃあ私引き続きいただきますよ、よろしい、はいはい、じゃあ改めていただきます。うまそう。いや、うまいよこれ。あ、置いてダブルのそれだけそこだけ取ってでも2倍。確かに顎破壊されとるもん。で4枚だからキング。あ、そうか、これでキングキングサイズ、はい、なかなかこんなの作れないもん。じゃあまあ村井さんにはもうこれを。無理じゃん3人で分けようって言ったじゃん。これ真ん中の人の肉とチーズだけで、はい、一番下の人はパンもついてる。なんかもうこうなってるとパンが欲しいもん。ああ、パンが欲しい。パンだけで売られてたらいいっす。パン心の支えだよ、マジで。これ合体させちゃえばいいんだよ。ああ、そういうこと。うーん、これをパンが増えるね。パンが増える、うん、合体させて作っちゃう。合体させて作っちゃう、作っちゃう、合体させて作っちゃう。特別なやつを作っちゃう。ああ、特別なやつを。なるほどね。うまい。はい、うまいっすね。食っちゃうよ、食べちゃうよ。うまいよ。パン欲しいっすよね。欲しいね。パンちょっと。パン。どっかないっすか。パン。カンディブ見てきます。いや、カンディブにパンがあるか。カンディブにパンがあってたまるか。いや、あったらね、もうわかんないっすから。カンディブパンありました。あるよ。カンディブ。カンディブの人が。あ、パンだけいらない人いたんだ。パンですよ、つって。すみません。
開けてください。パンだ。パンディムのパン。そっちは。パン。二つある。何のパンですか。え、二つある。はい。まだあるの。うん、もうない。あ、もうない。はい、まあ、パン。つまり。いや。はい。あの、作らない。どうしました作っちゃった。どうしました。あ、本当に、はい、ないんですよ、ね、ないんですよ、ね、高いの本来ないの。ないんです。金魚ね、4枚の超絶品チーズバーガーを3つ合体させて、だから12枚なんですよ。あ、それで超絶品チーズキングバーガーを食べさせちゃうと、はい、すごい嬉しかったんじゃないですか。美味しい、美味しいでしょ、うん、これね、夢だよ。いや、夢めっちゃいい。夢のバーガーってか美味しいよ。で、多分この動画が上がってる頃にはもうロッテリアさんのキャンペーン終わってると思います。え、それは本当なの。27日、29日にキングチーズバーガーとか発売してる。それは本当なの。それは本当で、4年に1回も本当なの。本当、本当。この動画が良かったよという方はぜひともチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。サブチャンネルで5月に実食しますので、そちらもぜひともよろしくお願いします。そちらでお待ちしております。お待ちしてます。さよなら。見つかったらできちゃうよ。